どうもこんにちは、しゅんじです。今日はですね、最近ね、僕ね、コレクションしてますゴジラのフィギュアが入ってるこちらデアゴスティーニ東方怪獣コレクション第1号本屋さんでゲットしてきました。で、第1号はなんと特別価格で、まあ、このシリーズいつもですよね、990円と安い。で、中にはなんと700分の1、スケールの、ゴジラが入ってて、第1号はね、84のゴジラが、1984年のゴジラが、中に入ってるんですよ。これがね、入ってて、で、990円だから、そんなに僕ね、大きくないんだろうなって正直思ったんですよ。そう、開けれるようになってたんで、ちょっと開けてみてみたら、結構大きい。大きいよね。ちょっとね、サイズに、びっくりして、あ、これ買いだなと思ってね、買いました。第1号ね、買いましたね。そう。で、第1号はね、990円なんだけど、第2号はね、2000円ちょっとして、結構値段上がるんだけど、で、シリーズがね、100まで、100シリーズまで考えてるっていうのが書いてあったんで、相当ね、お金かかりそうですね。全部集めようと思うと相当お金かかるんだけど、そう、今回第1号はもうこれ1体丸々入ってたけど、何号かにはこうね、体パーツがこう分かれてるのが入ってたりするんで、まあ、こんな感じ丸々フィギュアがすぐに見れるわけじゃない月もあったりするわけなんですよね。まあ、でも大体ね、こう組み上げれるようにはなってると思うんだけどな。そう、組み上がらないこの歯がゆさなんかもね、あったりしてね、楽しめますよ。はい、まずね、横はね、こんな感じね、ゴジラのこう、写真が載ってて、こう立てかけてね、飾っていくと、でも100号までか、場所取りそう。はい、まあ、こんな感じで、後ろ、今後出てくるこのフィギュアの写真が載ってて、やばくない？これね、700分の1スケールなんだけど、ちゃんとこうね、大きさに合わせて、どんどんフィギュアも大きくなっていくという、シン・ゴジラ、めちゃめちゃ大きいね。まあ、こんなのがね、出てくるっていうことで。で、次の号も書いてあって、2号はメカゴジラが。入ってるようですね。第4号で完成するキングギドラのパーツも入ってるみたいですね。だから2号もそのままね、メカゴジラはすぐ見ることができるようになってて、で、3号は、キングギドラが、完成するのかな。で、あと、ゴジラ2016第4形態のパーツがね、頭ですよね。これが入ってるっていうのが書いてあって、なんだろう、それぞれの号で1体は完成するようになって、小さいパーツがね、前の号に入ってたりするんで、次の号で完成するとか、まあそういった感じなんですかね。はい、ということで、今日はね、こちらの方を見ていきましょう。東方怪獣をリアルな700分の1統一スケールでフィギュア化、今までにないアルティメットコレクションがついに登場。で、この中に定期購読するっていう申し込める紙とかも入ってるんで、もうゴジラ好きな方はもう迷子を買うっていう方もいらっしゃると思うんで、絶対そっちの方がお得っていうのが書いてて、あと、そう、ゴジラのパーツがね、まあ、こんな感じで、第3号はこの頭だけとか、あと、第7号でここは、パーツがもらえるとかね、まあこういった感じでこうパーツを集めていってやっとできるみたいな、そういったワクワクがあると。それではね、一番後ろにセットされてるゴジラを見ていきます。これね、取り出さなくてもうそのままもう飾っても、このままで飾ってもね、いいよね。かっこいい。東方怪獣コレクションって書いてあってね、いいよね。この机の上に置いたらね、このままね。で、バッグがちょっと炎のようなね、デザインになってて、で、あ、強将って書いてる、強将さん。ごめんなさい。全然僕ね、ゴジラ系詳しくないから分かんないんだけど、強将さんが出してんの？なんだろうね。はい、分かんないけど、とりあえず取り出しましょう。やってしまった。撮影した動画をね、削除してしまってですね、これ2回目になるんだけど、はい、もう一度取り出してみたいと思います。はい、引っ張り出すとね、こんな感じで、入ってて、もうね、開けちゃってます。これカッターでこの周りをカットしてですね、もうこのケース残したかったんでね、この周りだけカットしました。はい、まあ、こんな感じで取り出すとね、いいですよね。これ残しとけるんで、700分の1スケール84ゴジラ取り出せました。高さが約 11.5 センチで、全長が約18センチ。こちらシンゴジラガチャのフィギュアと、はい、大きさを比べるとね、こんな感じのサイズ感となってて、結構サイズ大きいんですよ。そう、僕のチャンネルね、恐竜好きな方多いんで、こちらアニやティラノサウルスのフィギュアと並べると、アニやティラノサウルスよりもね、大きいっていうね、結構迫力のね、サイズになってて、
僕も最近ゴジラ集め始めたところなんで、そんなに見比べるの持ってないんですが、トイザラスでゲットしたソフビのゴジラと、見比べるとね、こんな感じのサイズ感となってますね。このソフビもね、かなりね、造形いいんだけど、それよりもさらにもっと細かい部分までしっかりね、作り込まれてる感じのフィギュアになってるんですよね、これね。僕が持ってるゴジラのフィギュアで一番造形がいいのが、このね、一番くじのゴジラで、これと比べると小さいんだけど、この一番くじ見てくださいよ。このリアルな肌の造形。で、これに負けないぐらいの、このね、フィギュアになってると思いますね。84ゴジラ、体はね、結構ちょっとこうまん丸としたね、ポテッとしたね、体になってますね。このボコボコっとしたこのザラついた肌の造形がめちゃめちゃ細かくできてて、ソフビのゴジラの肌とはまたちょっとね、違ったこうザラついたね、リアルな造形になってますよね。どちらかというとやっぱり一番くじのこのリアルな造形のゴジラの肌とちょっと似てる気がしますね。ゴジラのね、特徴的な背びれ、この小さいのから大きいのまでこう生えてて、またこの外側が白くなってるのがかっこいいですね。背びれのこの板の真ん中あたりもちょっとこうシワっぽくなってて、この辺なんかもね、めちゃめちゃ細かい造形になってますよね。尻尾下に垂れてちょっとこう上に上がってっていうね、まだ動きのあるね、形になってて長いですね。前から見るとね、こんな感じ、体がちょっとポテッとしてて可愛いですね。で、この爪のところとかも細かいペイントになってて、わあすごい腕太いな、めちゃムキッとしたね、腕になってて、この後ろ足ですよ、ここがもうね、なんかね、だんだんになってて、なんかお肉が溜まってる感じ、いや、ここが可愛いですよね。めちゃめちゃ癒されるようなね、足になってて、すごい太い。で、この後ろ足の方も爪のところね、綺麗にペイントされてて、4本の指になってますね、84ゴジラ。で、前足の方も4本の指になってると。はい、で、横から見るとこんな感じとなってますね。84ゴジラ、耳があって、可愛いですよね。で、剣士が、生えてて、はい。で、目もね、なんか可愛い、ちょっとこう、アニメっぽい目になってますよね。で、頭、ボコッとしたね、膨らんだ、ね、頭で、ちょっとこう、岩っぽいね。まあ、そういったボコボコ感のある頭になってて、ゴジラ VS コングの一番くじのフィギュアとね、頭見比べると、やっぱりこう歴史を感じると言いますか、もうね、形、まあハリウッド版はね、やっぱ形がちょっとスリムなね、頭になってるんだけど、ちょっと違いますよね。いやー、可愛いよね。こちら東方怪獣コレクション1号はですね、お値段特別価格の税込み990円と、この大きなサイズのフィギュアが入ってて、990円だったら、アニアのフィギュアとかとね、変わんないんで、かなりお得だと思いますね。まあ、そんなね、ゴジラ集めてないっていう方も、よかったらぜひね、手に取ってみてもらえたら、こう、ちょっとした説明なんかも書いてるから、ほんとね、楽しめると思いますね。で、84ゴジラ身長がね、約80メートルで、このサイズのフィギュアだったんだけど、新ゴジラは 118.5 メートルの身長だから、これよりも大きいのがね、かなり大きなフィギュアがね、完成すると思うんで、いや、手に取ってみたいですよね。これ105号まで出るから、ちょっとね、コンプできるかちょっとわかんないんだけど、新しいのゲットしたらご紹介したいと思います。はい、ということでね、動画の方最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったらコメント、高評価ボタンの方もよろしくお願いします。じゃあ、またね。バイバーイ。